おお、絶景かな、絶景かな。気持ちのいい景色だな。絶景には同意しますが、あんまりはしゃぐと落ちますよ。ここ、何本も地脈が走ってる。やはり感じたか。このアルディナ草原は何本もの地脈が複雑に錯綜する場所だ。本来なら大地の変化は数万年単位で起こるが、この辺りの岩山はここ千年で隆起したものだ。地脈の流れが地形に影響を与えたんだね。そうだ。大昔には逆に地脈に刺激を与えて大地を操作する術もあったと聞く。そんな術が。人間の体でいう壺のようなものでしょうか。壺を押すと血流が整うみたいな。強引な例えだが、似たところがあるのかもしれん。もっとも、もう失われてしまった技術だがな。にしても、アイゼンは何でもよく知ってるな。いや、知らないことだらけだ。現に俺は、ここに咲いている花の名前も知らない。だから、こうして旅をしているんだ。アルディナ白草よ。この白い花の中？ええ。昔、弟が図鑑を見せて教えてくれたのよ。一株だけだとすぐ枯れてしまう。すごくひ弱な花。けど、何株も寄り添うことで互いをかばい、厳しい自然の中でも、たくさんの白い花を咲かせる。だから、花言葉は、人の絆。人の絆？覚えておこう。お前の弟が教えてくれたことだ。忘れないわ、私も。